こんにちは。今日はダイソーのリサイクルコットンサックスブルーを使ってとっても簡単なオーバータイトスカートを編んでいきます。使うかぎ針は7号です。まずは作り目から編んでいきます。鎖編みが4目。1、2、3、4。針に2回糸を巻きつけて、1つ目の鎖編みに針を入れて、長々編みを編みます。作り目が1回できました。2回目からは、鎖編みが3目です。1、2、3。針に2回糸を巻きつけて、先ほど編んだ長々編みの頭の1本と足の1本に針を入れて長々編みを編みます。作り目が2回できました。次は3回目。鎖編みが3目。針に2回糸を巻きつけて、先ほど編んだ長々編みの頭の1本と足の1本に針を入れて、長々編みを編みます。これを繰り返して好きな長さになるまで編んでいきます。作り目を36回編んできました。半分に折って長さは45センチぐらいになっています。こちらがウエスト部分になります。サイズ変更をする場合は4の倍数であれば何回でも大丈夫です。作り目がねじれないように気をつけて、編み始めの鎖編みに針を入れて引き抜き編みをして輪にします。それでは1段目を編んでいきます。作り目の内側が長々編み側、外側が鎖編み側になっています。1段目は鎖編み側に編んでいきます。まずは1つ目の作り目に針を入れて引き抜き編み、鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。次の作り目に長編みが3目。1、2、3。鎖編みが1。同じところに長編みが3目。1つの作り目に長編みが6目入ったことになります。次の作り目に長編みが1。次の作り目に長編みが3。鎖が1、同じところに長編みが3。次の作り目に長編みが1。次の作り目には長編みが3。鎖編みが1、同じところに長編みが3。これを繰り返して最後まで1周編んでいきます。最後まで編んできました。最後は長編みが3、鎖が1、長編みが3の模様で終わっています。編み始めのマーカーの目に引き抜き編み、これで1段目が編めました。こちらの模様編みは作り目が36回の場合は18回になっています。
次は2段目、鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。長編みを3目飛ばして鎖編みのところに束にとって長編みが3、鎖が1、同じところに長編みが3、次の長編み1のところは表引き上げ編みを編みます。長編みの足を前から針を入れて長編みを編みます。長編みを3目飛ばして鎖編みのところに長編みが3、鎖編みが1、同じところに長編みが3、次の長編み1のところは表引き上げ編みを編みます。長編みの足を前から取って長編み、長編みを3目飛ばして鎖編みのところに長編みが3、鎖が1、同じところに長編みが3、次の長編み1のところに表引き上げ編み、長編みの足を前から取って長編み、これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んでいきました。マーカーの目に引き抜き編み、これで2段目が編めました。3段目からは繰り返しになります。2段目と同じようにして好きな長さになるまで編んでいきます。ここから最後まで編んでいきますので、一度試着をしてお好みのサイズになっているかどうかを確かめてから編み進めるようにしてください。スカートを30段まで編んできました。長さは56センチぐらいになっています。編み終わりの糸をもう一度引き抜いてここでカットします。こちらの糸端はとじ針で処理をしておきます。次に作り目のウエスト部分に縁編みを編んでいきます。作り目の編み始めの糸端はとじ針で処理をしておきます。作り目に針を入れて糸をかけて持ってきます。どこの作り目でも大丈夫です。鎖1で立ち上がって細編み、細編みの頭にマーカーをつけておきます。同じ作り目に細編みが2、次の作り目に細編みが3、次の作り目に細編みが3、このように一つの作り目に対して細編みを3目ずつ最後まで編んでいきます。最後まで編んでいきました。マーカーの目に引き抜き編み、もう一度糸を引き抜いてここでカットします。
こちらの糸端はとじ針で糸処理をしておきます。最後にウエスト部分に通すスレッドコードを編んでいきます。スレッドコードは1メーター60センチぐらい編んでいきます。こちらの糸端は約3倍、5メートルぐらい残しておきます。5メートルぐらい糸端を残して、ここで輪を作ります。糸端の糸を手前に、糸玉につながっている糸を向こう側に構えます。手前の糸を針にかけて引き抜きます。針にかけて引き抜き、針にかけて引き抜き、手前の糸を向こう側にかけて引き抜きます。1メートル60センチぐらい編んできましたので、ここで糸を引き抜いてカットします。ウエストの作り目のところに紐を通していきます。最後まで通してきました。こちらの紐の端を結びます。その時にウッドビーズなどがあれば通していただいてもいいかと思います。こちらの糸端はとじ針で糸処理をしておきます。糸処理ができましたら、これで完成になります。まっすぐにぐるぐると編むだけで、とっても素敵なオーバータイトスカートができました。裏地を履いてスカートとしても楽しんでいただけますが、レギンスやデニムに合わせてカジュアルに着ていただくこともできます。同じ糸でトップスを編んでセットアップとしても楽しんでいただけるかと思います。リサイクルコットンが5玉で編めますので、ぜひお好みの色で編んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。